土曜日の午後11時過ぎ、就寝時間を襲った強い揺れ。福島県と宮城県で最大震度6強を観測し、けが人は150人を超え、今も東北新幹線は一部で運休が続いています。で、今回の地震は平成23年2011年東北地方太平洋沖地震の余震と考えられます。東日本大震災から10年が経とうとしている今、どうしてこのような大きな余震が起きたのでしょうか。東日本大震災から10年経ったんですけれども、この東北沖で起こる地震の回数っていうものはですね、東日本大震災の前の状態までまだ戻ってなくて、地震が多い状態がまだ続いているんですね。今回と同じような規模の地震は、年を追うごとにですね、頻度っていうのはだんだん下がってくるんですけれども、時々はやっぱり起こるんじゃないかなというふうに思いますので、非常に長くなるんですけれども、やっぱり地震の後の10年、20年っていうのは注意が必要なんじゃないかなというふうに考えています。今回の地震を受けて北海道で懸念されるのが、2018年9月に発生した胆振東部地震。この時は最大震度7の大きな揺れを観測しています。全道がブラックアウト、札幌では道路の陥没などの被害もありました。3年前の胆振東部地震による余震のリスクはまだあるのでしょうか。胆振東部地震の、地震の規模を示すマグニチュードは 6.7 ということで、地震としては中規模だったということもあってですね、10年という20年というような長くは続かないかなというふうに思いますが、まだ胆振東部から3年しか経っていませんので、もうしばらくはですね、普段よりは警戒していただくのがいいのではないかというふうに思っています。特別、警戒を強めるという必要はないんですが、やはり普段の生活の中できちんと地震が来てもですね、大丈夫なように、屋内に倒れやすいものを置かないとか、あるいはきちんと備蓄をしておく、そういうことはですね、やっぱり北海道内どこでも必要になってくると思いますんで、今回の地震を契機に再度見直していただければなというふうに考えています。